はい、今日は今から交通安全のお守りを買いに行きます。スバ、おかえり。今学校から帰ってきちゃうんだよね。で、今から近くの普天間宮っていうところに。どこですか？すぐそこ。すぐそこ、車で10分ぐらいところに交通安全のお守りを買いに行きます。よし、じゃあツバオープンしてください。いくぞ。ツバ、こっちが外さないと。あ、上に、外して、で、上にオープン。ピーってなるまでね。やっぱね、オープンじゃないとダメだよね、この車はね。開いた。開いた。オッケー、涼しいね、今日ね。ちょっと待ってよ。さあ待ってね。そばさ、あそこ。座布団引こうか。座布団？うん。少し高くなった方が、ちょっと見やすいでしょ。うん、これ押した方が、待って、あ、そう、この方が見やすいからね、音と、はい、ちょっとだけじゃない、うん、よいしょ。よし、じゃあ出発、出発するよ。うん、よいしょ。寿司。ごめん。やばいやばい。よいしょ。行ったことある？ツバ？うん。あるんだけど。いつ？赤ちゃんの時。なんかお正月とかさ、初詣とかさ、行ったことあるんだけど、覚えてるかな？うん、最近はさ、ここ数年間はさ、初詣さ、台湾のさ、台湾で初詣行ってたじゃん。だから沖縄で初詣行ってないから、多分4年ぐらいは行ってないと思う。今つは何歳？7。だから3歳の頃だね、一番新しく行ったの。覚えてないかな。その昔。うん、パパ覚えてるけど、つは、あの時はつは抱っこしてたけど、うん、ね、今はもう無理だよね、うん、大きくなっちゃって。3歳でまだ赤ちゃんだ。3歳は赤ちゃんかな。赤ちゃんです。実はさ、コペン買ってからさ、毎日ドライブしてるよね、うん、コペン好き、うん、何が好きなの？涼しいよね。今沖縄ちょうどいいんじゃない？あ、でも見て、29度あるまだ。え？沖縄？沖縄もう多分内地の方はね、うん、もう相当寒いと思うんだけど、沖縄はまだ29度あります。仙台とか。仙台も超寒いと思うよ。みたい、うん、今28度。これ日出てないからちょうどいいけど、日出てたら超暑いでしょ。まだまだ真夏です、沖縄は。それ何だったの？楽しかったの？給食は？ベニーも、うん、スープ、うん、あと野菜と。ベニーもって何？ベニーもタルト？ベニーもタルトじゃなくて、普通のベニーも、うん、紫の。それってさ、沖縄だから出てるんだけど、多分、うん、内地の給食にはベニーもは出てこないと思うよ。なんで？だってベニーもって沖縄の名産物だから。うん。うん。どっか行ったら買えるもんね。ね。どこだっけ？お菓子御殿？うん。よいしょ。上がります。見た今。何が？高田ちいたね。毎日やってる？毎日やってるよ。パパも、あー忘れた。忘れちゃった。何よ？前のお守り。
前のさ、ビッツに つけてたお守りをもう一回、うん、お返しするわけ。もう一回買うの、うん、新しく買うときは前の古いやつをお返しして新しいのを買うんだけど、その古いやつ持ってくるの忘れちゃった。まあしょうがないや、また。あ、でお守りってさ、絶対なんでも守ってくれるじゃん。そうだよね。守ってくれればいいけどね。もう警察がいる。すごいでしょ、ここ普天間基地だよ、普天間基地。はいはい。基地、アメリカ米軍の基地だから、こっちの方は、うん、あれ、日本じゃないんだよ、ここ。アメリカなんだよ、アメリカ。そう、この柵からこっち側はアメリカ、うん、そうだよ。すごいね。ここ返還、日本に戻ってくるんじゃないかな。次の信号を左に入って到着でございます。あ、次の次ね。結構遠くない？結構遠かった？次の、うん、ここ、ここ確かここ、あ、ここだよね。ここ、ここ左に入ります。あ、前の車も回るってことは、多分ここ回るってことは多分普天間宮だよ。ほら、え、あ、ここ、ここ、ここ、あ、本当神社みたい。神社でしょ。ここで到着。はい。やっぱさ、これ狭いからさ、大きい車だと ね大変だけど、ちっちゃいコペンだと楽だね。コペラクだよ、コペラク。ここは違うか。ここは違くて、うわー、車の椅子、この車はラス位置だったのか。どうだ。ああ、開いてるか。こう止めていいんだよね。開いてる。オッケー。よし、一番端に止めよう。開いてなかったらどうする？開いてなかったら第2です。第2駐車場がある。あるの？ある。うん。でも遠くなっちゃうけどね。よし、ここでいいね。バックカメラついてないから、こんなのでいいか。よし、到着。到着？はい。水筒持っていっていいの？水筒持っていっていいよ。よし、じゃあ行きましょう。待ってよ。 OK。 ね、貴重品は特にないからオープンのまま行っちゃおうか、ね、これオープンのまま行ったらさ、うん、なんか、それ大丈夫、盗まれるもんがあったらさ、まずいけどさ、さすがにさ、うん、神社で盗みを行う人はいないんじゃない？バチ当たるから、うん、ね、うん、じゃあ行こうか。出ていいの？よし、よし、いいよ、降りていいよ。よし、行こう、こっちです。風強くない？風強いね。覚えてる？覚えてる？覚えてる？ぬ？ぬね？覚えてないってことね。誰もいないね。ここでいいの？うん。手合わせてね。そう。長い。何したの？交通事故が起きませんように。おお、すごい。なんか買ってほしいとか言わなかった？言わなかった。すごいね。だって車のなんかお祈りに来たんでしょ？そうだよね。だから、よし、よし、じゃあお守り買いに行こう。あっちだ。あっち？うん。あ、ほら見て、実はほらこれ、はい、ここに古いやつを持ってくるの忘れちゃった。では、
じゃあ見て、交通安全お守り。どれ？ここ。うん、ここ。これ。わかりました。はい、お守りね。うん、じゃあコペンに戻ってコペンにつけましょう。はい、ね。オッケー、おかえり。じゃあちょっと1個出して、じゃあ1個出して、見せてこれね、防災安全 金色でかっこいいね。これを貼ってください。あ、もっと下じゃないんじゃない、こっち、うん、こっちの、そうそうそう、あんまり、そう、この辺でいいんじゃない、もっと端っこの方がいいかもしれない。ここだとか邪魔じゃない、邪魔じゃない、うん、男この辺とかが重いね、文字が見えた、おー、いいね、いいじゃん、ナイス。あともう一個はママのため、もう一個は、ね、もう一個はママの車ね、見つけようね。よし、じゃあ帰りましょう。ありがとうね、やってくれて、うん、うん、じゃあ帰ろっか、帰ってゲームやろっか、うん、うん、よし。